異世界転生騒動期、星さん。この漫画はナロー系としては独特です。主人公はバトルジャンキーな母者を持つ人族の男、その男に、人間ウィキペディアの高校生の男と、多分現実に存在した四川都の戦国時代の侍の魂が内包するという三重人格が主人公の漫画。メインの人格は異世界に生まれた人族の貴族なのですが、サブで人間ウィキと侍の人格も入ってくるという感じのミックスな人格設定しております。主に人間ウィキが内政無双を行い、侍の方が武力チートの役割を担っております。主人公は四川都の侍の影響によって蓄財が趣味であり、人間ウィキを使って天才砂糖を開発したり、金メッキ細工を使って金を荒稼ぎしたりするということを行う。そのせいで、隣国から煙たがられてしまい、隣国と対立したり、落ちてくるクエストが国家ぐるみの陰謀になったりするという感じのクエストをこなすという感じのシナリオです。戦闘力は、バトルジャンキーの母者から鍛えられているので強いのですが、侍ほど強くなく、敵も手だれを送り込んでくるのでバトル展開はハラハラしますし、内政チートで溜まったヘイトを陰謀開始する展開の書き方がお上手であり、ゆるい感じのハーレム展開もあり、シナリオも勢いがあって読みやすい。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル